自家熱もしくは自家ウイルス感染症とはフラビウイルス化の自家ウイルスによって引き起こされる病気である。アジア、アメリカ、アフリカ、太平洋で感染が発生している。日本では2016年2月5日に4類感染症として指定されている。最初の流行は2007年にミクロネシア連邦のヤップ島で発生している。ついで、 アメリカ大陸で2015年から流行が発生し、2016年2月1日、世界保健機関により、国際的に懸念される、公衆衛生上の緊急事態が宣言される事態に発展した。自家ウイルスを媒介するかに刺されてからの潜伏期間は、不明であるが、数日から1週間とみなされている。60%から80%ほどのケースが、無症候性である。 主たる症状は、軽度の発熱、血膜充血、筋肉痛、関節痛、頭痛、反転上級心である。デング熱やチクングニア熱と似ているが、発熱などは、デング熱と比べると軽い。現在有効な薬剤やワクチンはなく、対処としては安静にするのみである。デング熱と比べると症状は穏やかであり4日から1週間で収束する。 入院が必要になることは稀であり、2016年1月末、現在時過熱を直接的な原因とする死者は報告されていない。小頭症の図解、自家ウイルスと同じフラビウイルス化の他のアルボウイルスによって引き起こされる、黄熱病や、西イル熱などとの関連性、及び、妊婦の感染による、新生児の小頭症との関連性が強く疑われている。また、 体に麻痺を引き起こすギランバレー症候群との関係性が指摘されている。2016年2月1日に世界保健機関は小頭症と共に調査の標準化、強化、因果関係の研究を宣言した。2月5日にはブラジルのリオデジャネイロ州でギランバレー症候群の急増が報じられ、コロンビアでは3人の死者が出ていることが発表された。 感染経路別に説明する。自家ウイルスは、デングウイルスの禁煙種の蚊を宿主とする、フラビウイルス科のウイルスである。同時に蚊は媒介者でもあり、本来の宿主は未知であるが、血清学上は、西アフリカの猿及び、ネズミ目である証拠が発見されている。媒介者である蚊は日中に動くかで、代表的な感染源と指摘されているものは、 熱帯島家であるが、数種のヤブ家族からも検出され、10日間の潜伏期間を持っている。自家ウイルスの潜在的な社会的リスクは、それを運ぶ、彼の種の分布で区切ることができ、その中でも特に活動範囲が広い熱帯島家により、主に媒介されているとされている。電線はヤブ家に刺されることによるものである。2007年にヤップ島で発生した、 流行の場合、エデス・ヘンシリーが売介社であり、2013年のフランス領、ポリネシアでは、ポリネシアヤブカが売介社となった。アフリカのヤブカである、エデス・アフリカヌスや、日本を含む温帯地域にも生息する一筋島カモ売介社としての役割を果たす。自家ウイルス RNA が、溶水から検出されたことから、母子感染を引き起こす可能性があるとされていて、 小頭症を引き起こすと考えられている。ただし、文献に残る事例はわずかである。2015年11月、ブラジルの保健省は北東地域で溶水検査により、溶水中に自家ウイルスが存在した2件の事例を元に自家ウイルスと小頭症の関連性について警告を発した。2016年1月5日に発表された。 この二例の胎児に対する超音波所見は、2つのケースが、いずれも脳の異なる部分を破壊されることにより小頭症を発症したことを示した。一方の胎児は目に石灰化が生じ、小眼球症を併発していた。ブラジルの保健省は11月に警告した自家ウイルスに感染した妊婦と小頭症の関連性について、 疑わしいケースが2015年12月12日の段階で少なくとも2400例に達し、乳児29人が死亡していることを明らかにした。2016年4月13日、アメリカ疾病予防管理センターは、自家ウイルスを小頭症など1 0点以上の原因だと結論付けた。2016年2月の時点で体液を介した感染の可能性に関する事例が5件。 報告されている。女性から男性への感染は今のところ不明である。2016年2月の時点で CDG は体液からの感染が推定される報告があることから帰国後の接触に対して時間的に余裕を持つようにガイドラインを出している。他のフラビウイルスかのウイルスと同様に血液感染の可能性があり感染が発生した。 いくつかの国では献血者を診断し古類にかける戦略を構えじている。血液感染のケースは、血性液症による一例が報告されている。輸血による感染は二例報告されている。自家熱が発症する地方では、その地方独特のアルボウイルスによる病気によるものに紛れるため、兆候や症状をもとにした診断は困難である。 アメリカ疾病予防管理センターでは、症状をもとに自家熱と診断するための対象が、デング熱の他にもレプトスピラ症、マラリア、リケッチア、風疹、マシン、パルボウイルス、エンテロウイルス、陰頭結膜熱、アルファウイルス感染症に至るまで、後半にわたると指摘している。欧州疾病予防管理センターでは、ガによって媒介される、 他の病気との同時感染の可能性を指摘している。診断は、血液検査、尿検査、唾液検査によって、ウイルスの RNA を検出することで行われる。逆転者ポリメラーゼ連鎖反応により診断が可能で、あるが、ウイルス血症の期間は短いため、世界保健機関では、発症後1日から3日の血清化、3日から5日の唾液、または尿を、 診断に用いることを進めている。その後は、血清学的手法により、自家ウイルスの抗体である、免疫グロブリニ M と、免疫グロブリン G をエライザ、または、蛍光抗体法で検出することで可能となる。免疫グロブリニ M は、発症後3日で検出が可能である。血清学的交差性は、同じフラビウイルス科のデングウイルスや、ウエストナイルウイルスのような同じフラビウイルス科の、 ウイルスに加え、フラビウイルス化に対するワクチンとも同様に密接な関連がある。抗体の商業用検出キットは開発されたが、アメリカ食品医薬品局の認可は得られていない。蚊が自家熱を伝播するため、感染地域の蚊の駆除によって予防効果が発生する。防虫剤、蚊や素肌をさらさない衣服、蚊の発生源となる水たまりの除去が対策に含まれる。 アメリカ疾病予防管理センターでは、長袖、長ズボンにより露出部を減らす D トッピカリジン、レモンユーカリオイルエチルブチルアセチルアミノプロピオン、酸を含む防虫剤の使用、各種製品の用法を守った使用、日焼け止めは防虫剤のもとに塗布する、網戸があるかエアコンの効いた部屋に滞在、就寝する、屋外に面した場所で眠る場合にはカヤを使用する、等の対策を推奨している。 さらに蚊の発生を抑える戦略として、水たまりの除去、浄化層の修理、網戸をドアや窓につけるなどの対策も進めている。有効なワクチンは存在しない。アメリカ国立衛生研究所の優先課題ではあるが、ワクチンの開発には数年が必要であると予告されている。自家熱と小頭症の関連する証拠が増加したため、危険情報が出されるケースが発生した。 2016年1月15日には、アメリカ疾病予防管理センターから妊婦に対する渡航延期勧告が行われた。対象となったのは、カーボベルデ、カリブ海地域、中央アメリカ、メキシコ、太平洋諸島、南アメリカ。また、妊娠を予定している女性にも、渡航前に医師との相談を考慮するように示唆している。日本の国立感染症研究所は、 可能な限り妊婦の流行地へのところは控えた方が良いと考えるとする見解を発表した。一部の専門家は自家ウイルスの拡散に対抗するため病原体の伝染を阻む遺伝子操作を行ったりウイルスの拡散を阻害すると考えられているボルバキアに感染させた顔育てで放つことを提案している。特別な治療法はなく対象療法のみである。アセトアミノフェンは 症状の緩和に有効である。治療は痛み、発熱、かゆみに対する対症療法を行い、患者を支援するものとなる。一部の専門家は、アスピリンやヒステロイド性抗炎症薬の使用は、他のフラビウイルス化によるものと同様の出血症候群の危険性が高くなるため、回避を推奨している。さらに、来症候群の危険性から子供に対しては、 アスピリンの使用は回避されている。2015年の流行以前には、自家ウイルスに対する知見はとぼしく、特別の治療法は存在しなかった。妊婦に対する助言も、一般的な感染症に対するものと同様に、感染を避けることと、感染した場合の治療支援を超えるものではなかった。試験管レベルでは、一般的なウイルス感染症と同様に、 インターフェロンの有効性は知られていたが、人間や動物での試験は行われていなかった。動物実験の結果によれば、リバビリンやファビピラビルなどのヌクレオシド類自体の抗ウイルス薬は、自家ウイルスに対しても有効であることが予期されている。ものの、その再帰形成により、妊婦への使用が制限される。また、薬剤耐性化の問題を考慮する必要もある。最初期の自家熱の記録は、 1947年にウガンダの自家盛りで樹上生活を営む赤毛ザルの保障に確認されたものである。この赤毛ザルから初めて自家ウイルスが分離された。ウガンダで行われた1940年代の調査では6.1%が陽性反応を示していた。人間の最初の発症例は1954年のナイジェリアである。流行の記録は 熱帯地方のアフリカと東南アジアで少数が残されている。インドは大陸では感染の記録が存在しない。インドの健康体の人が有する抗体の存在から過去には感染例があったことが示されるが他のフラビウイルス化による交差反応性である可能性も存在する。系統学的にアジアの血統を分析すると自家ウイルスは1945年に 東南アジアに入っている。1977年から1978年にかけてインドネシアで発症の記録が残されている。最初の流行は2007年のヤップ当時加熱流行である。108件がポリメラーゼ連鎖反応や血清学により自加熱と診断され、72件が自加熱を疑われるケースとなった。この時の症状は、死神。 発熱、関節痛、血膜炎で死者は出なかった。ヤブカの一種エデスヘンシリーが媒介者となった。ウイルスがどこから来たのかは不明であるが、感染したカカ先祖に東南アジア出身者を有するウイルス血症に罹患した人間経由と想定される。これはアフリカアジアのいずれからも離れた自家熱の報告であった。ヤップ島の流行以前は、 人間の感染例は14件であった。2013年、フランス領ポリネシアでも流行が発生した。この時のウイルスはアジアから入ってきたものと考えられている。2015年、アメリカ大陸で流行が発生した。2014年には感染例が報告されており、太平洋をまたいで、フランス領ポリネシアとイースター島に、また2015年には南米、中米、 カリブ諸国へと西に感染が広がり、シンガポールにまで及んだため、一部でパンデミックと見られている。2016年2月1日、風雨は自家熱の流行について、国際的に懸念される公衆衛生上の緊急事態を宣言した。日本政府は同5日の閣議で自家熱を感染症法上の第4類感染症に指定し、 検疫法上の検疫感染症にも指定することとした。2016年7月イギリスのサウサンプトン大学などの研究グループは、ブラジルやメキシコなどの中南米では、推計9340万人が感染し、このうち妊娠可能な年齢の女性の数は165万人に上ることが分かったとしている。ありがとうございます。